サックス奏者の孫岩城亮と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、サックス奏者の方にぜひ見ていただきたいんですけれども、楽器がなくてもできる基礎練習というのをまとめてみました。サックスご自宅で吹ける方ってどれぐらいいらっしゃいますか？ちなみに僕はですね、もうほんと最近自宅で吹けるようになったんですけど、それでもやっぱり日中しかもちょっとこうなんていうんですか、手加減してっていうかゴリゴリ吹くのはやっぱ難しいですし、夜とかも全然吹けないような状況ではあるので、非常にですね、気を使いながらやらないといけないっていうところで、なかなかこうサックスの練習場所で悩んでる方多いんじゃないかなと思います。ただやっぱりこう毎日練習しないとですね、日々衰えていくんですよね。それこそ2週間とか空いて久しぶりに吹くと、なんか俺良くなってるかなって気がするんですけど、実際は多分感覚が鈍ってるから、ちょっと精度が下がったことによってうまく感じてるだけなんじゃないかって思うんですね。なので今回はですね、自宅で楽器を手元に持ちながら練習できる方法っていうのをですね、ちょっと自分なりにまとめてみましたので、ちょっと練習環境で悩んでいて、なかなかちょっとそういった練習とかできてなくて、ちょっとやだなと思ってる方はですね、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。というわけで早速いってみましょう。今回僕がまとめた内容3つございます。まず1つ目がですね、ブレストレーニングですね。そして2つ目が指使いの練習、そして3つ目が楽譜を読む練習という、この3つでお送りしたいなと思います。それぞれの項目でですね、実は以前動画も撮ってるんですけれども、今回はちょっと自宅でできる練習っていう観点からですね、これらの項目をまとめてみましたので、順番に解説をしていきたいなと思います。というわけでまず1つ目、ブレストレーニングですね。こちら聞いたことない方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、吹奏楽をやってる方だと比較的メジャーな用語というか、ブレストレーニングっていう言葉をですね、何度聞いたことがっていう方も多いんじゃないかなと思います。これ何かっていうと、その読んで字のごとくですね、息を鍛える練習でございます。でこれをすると、何が良くなるかっていうと、肺活量がアップしたりとか、実際にですね、楽器を吹いた時にいい息を使えるようになるっていうような、そんな感じでございます。で今回ですね、僕が一番注目したいポイント何かっていうとですね、サックスを吹く上で僕が一番大事にしてることとリンクしてくるんですけれども、息を吸う量を増やそうということですね。サックスを吹く時の燃料というか、そのサックスの音の燃料何かって言ったら息なんですよね。で結局息をちゃんと出してればいい音するよねっていうのは絶対大事なことだと思うんですね。息を出すのに何が重要かっていうと、やっぱ吸うことなんですよ。なので、今回のブレストレーニングはですね、息を吸う量を頑張って増やすっていう感じの練習になってます。じゃあ早速やっていきましょうか。まず1つ目がですね、非常に簡単ですね。まず4拍かけて息を全部出します。ふーって感じで息を出します。その後4拍をキープします。息を吐いた後に、その何もない時間が4拍分あります。そして次の拍で息を吸うと、そんな感じですね。これ非常に簡単なので、ちょっと一緒にやってみましょうか。テンポ大体でいいんですけど、ちょっとこれぐらいで鳴らしてみたいと思います。ではどうぞお付き合いください。参ります。せーの、息を吐きます。止めます。吸います。はい、こんな感じでですね、全然苦しくはないと思うんですけれども、この時に注意していただきたいポイントがですね、歯で抵抗を作らないということですね。息を吐く時にですね、スッっていう、このスッっていう形を使ってですね、歯の隙間から息を出すようにすると、非常にですね、息残るんですよ。そうすると結局全然苦しくないので、なるべく吹く時はですね、フーとかホーとか、もうなんなら口をもうすぼめないで、はーって感じで出していただくといいんじゃないかなと思います。抵抗を作ると、やっぱその分肺に残っちゃうので、とにかく空っぽにするということですね。で4拍で空にするって非常に大変なので、もうかなり大きい音量ですね、ふーって感じで全力で吹いてください。そうすると4拍キープした後にですね、ってこう入ってくる息の量がものすごく多くなるんですね。しっかり吸うためにはまず出さないといけないので、それを徹底してみてください。じゃあ今のことを踏まえて、もう一回だけやってみましょうか。全力で吐いてください。では参ります。吐きます。ほい、
はい、いかがでしょうか。まあ、全然苦しくないよって方もいるかなと思うんですけれども、この練習で苦しくできるぐらい息をちゃんと吐いていただくと楽器が上手になります。なのでそれはぜひ気をつけてみてください。ではちょっと難しくしましょうか。内容的には一緒なんですけれども、次はですね、8拍かけて吐きます、8拍キープします、吸いますと、まあ、そんな感じですね。なんで計16拍分息を吸えない状況になるんですけれども、これはまあ多少抵抗を作って吹いたとしてもかなりきついと思います。8拍かけてもとにかく全部出さないといけないので、それをまず注意してみてください。でその8拍均等に出すというよりかはもう全然いいです。最初の4拍でカラッカラになっちゃってもいいんですけど、その後4拍吸っちゃダメです。なので8拍使ってもうとにかくカラにする、もうとにかく肺から息を絞り出すっていう感じで吐いてみてください。これちょっと苦しいので、きつかったら全然無理しないでくださいね。じゃあちょっと一緒にやってみましょうか。いきます。8拍かけて吐いて、8拍キープして吸う、いきます。3、はい、ああ、はい、いかがでしょうか。4拍の時よりかは、まあ、ある程度苦しくなったんじゃないかなと思います。多少手加減にしててもですね、ちょっとこの苦しさはあるかなと思いますので、まあ、この両方ですね、4拍バージョンで頑張って吐くっていう練習も大事ですし、この8拍っていうちょっとロングバージョンも非常に大事なので、この2つやってみてください。1日1回やるだけでも僕は絶対違うと思うんですよね。で、単純なまあ深呼吸じゃないですか。なので、まあ、ちょっと気持ちが落ち着くっていうか、ちょっとなんかこう今日落ち着かないなみたいな時とか、緊張するなみたいな時にですね、ちょっと関係ないですけど、こういったことやると、まあ、全身にしっかり空気が回りますので、落ち着くことは間違いなしだと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということで今度2つ目の練習はですね、こちらでございます。楽器だけで指使いの練習をしようということですね。これもですね、結構僕が過去の動画でもお伝えさせてもらってるんですけれども、楽器を吹く上で大事なこと何かって言ったら息ですよね。で、次はやっぱ指使いだと思うんですよ。で、指使いの練習ってよくよく考えるとですね、息いらないんじゃないかっていうとこちょっとないですか。まあ実際やっぱ息入れた時と入れてない時だと指の周りってちょっと変わると思うんですよ。僕は息入れた方が回りやすいとは思うんですけど、やっぱりですね、息入れてない状態で指ちゃんと動かないとですね、吹けないですし、まあイメトレですよね。実際に音を出してなくても指を動かす練習ができていると、実際にですね、息を入れた時も正確に動かすことができるというメリットがございますので、皆さんぜひやってみてください。まあ、その時のですね、方法なんですけど、まあ別にどんな方法でやってもいいんですけど、例えば僕とかはですね、ちょっともうこのまま組み立てるのもめんどくさいので本体だけ出しちゃいます。もう膝の上に乗せてます。今このまま指をカタカタ動かすと、こんな練習をしたりしてます。で、多少ちょっとやる気あるよって方はですね、こういったストラップですね、ちゃんとつけていただいて、で、ネックぐらいまでは組んでみてもいいのかなっていう気はしますね。ネックをちょっと組んでいただいて、まあ、本当にやる方マッピとかつけてマッピに息入れてもいいんですけど、まあ、こんな感じでちょっと自分の口元に持ってきてですね、そのままちょっと指使い練習してみるとよりリアルな感じになるかなと思います。手の角度とかも実際にですね、楽器構えた時の角度と同じ方がですね、実際の演奏には生きてくるかなと思いますので、まあ、なるべくちょっと余裕がある方はちょっとリアル思考でやっていただくといいかなと思うんですけど、まあ、この時にですね、ぜひ気をつけていただきたいのが、まあ、いろんなことがあるんですけど、まず指ですね。僕は立てた方がいいと思ってるので、指寝てないかなとか、そういったことをちょっと気をつけてみてください。こんな感じですね。で、あとは最近やっぱレッスンとかで結構指摘させていただくことも多いんですけど、吹く瞬間に指握っちゃうって方多いんですよね。これ本当に多くて、僕もそうだったんですけど、例えばドって吹く時にドーっていう、まあ、こんな感じですね。で、これがダメだっていうわけじゃないんですよ。っていうのも僕は過去の動画でですね、低音を出す時に指ポンってやりましょうって、そうすると楽ですって言っちゃってるので全然これはダメじゃないんですけど、例えば長いフレーズ
こう美しいフレーズですね。何でもいいんですけど、チャララ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 ラみたいな、バッハみたいなやってる時にカーンみたいな音が入るとやっぱ気になるじゃないですか。そうするとやっぱ聴いてる人の集中力も下がっちゃったりとか、吹く瞬間に握るっていうことはですね、やっぱちょっとこうタンポが塞ぐのが遅れて音が出ないとか裏返っちゃうっていうリスクを上げる原因にもなりますので、ちょっと美しい曲だったりとか速い曲の時に握るっていうのはちょっとリスキーなのかなっていう気はします。なんですけども、例えば短い音符でうったつたったみたいな、ちょっとこうキメっぽい動きを入れるときは、あえてそのリズムをですね、自分でも意識するためにパッパッパッみたいな感じでリズムに合わせて指を動かすっていうのも全然あるので、一概に全部ダメとは言わないんですけど、こういったですね、指使いの練習をするときはやっぱ息を使わなくていいですし、実際に音が出てないので、指に集中しやすいですよね。なので、ちょっとこう指を立てたりとか握ってないかなみたいなのを気をつけていただくとですね、実際に吹くときに非常に生きてくるかなと思います。ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということで最後3つ目の練習はですね、こちらもう本当に僕は大事だと思うんですけども、楽譜を読む練習をするということですね。楽譜なんて読んでるよって思うかもしれないんですけど、僕は何が言いたいかっていうと、音名をちゃんと読んでますかっていうことなんですよね。例えばこんな感じですね、ドレミファソラシドって細かい16分音符出てきたとします。見たら吹けますよね。ドレミファソラシドって指動かせばいいんですけど、ちゃんとドレミファソラシドって言えるかどうかって結構大事なんですよ。で、このドレミファソラシドって音階だったらいいですけど、例えばこんな感じでちょっと音がややこしくなってくるとすると、これはですね、絶対音名言えた方がいいです。なんとなく適当にパリラリラリラリって思ってると、実際に本番とかで吹くときに指忘れちゃうんですよ。音忘れちゃうし、でその時に限ってですね、変な癖がついちゃって抜けなくなったりしますので、こういったですね、早い音符は特に音名を読み上げるようにしてみてください。過去にですね、僕ピアノ習ってたんですけど、その時とかちょっと今考えたら驚愕なんですけど、子犬のワルツとか華麗なる楕円舞曲とか頑張って練習してたんですけど、何調だか分かってなかったんですよ。音名言えないです。今も覚えてないです。今はちょっと覚えてるか、ソラドシソラシラドシソラドシソラドシみたいな、その子犬のワルツの冒頭とかそうですけど、あれとかも本当に僕はピアノのその部品というか、その黒鍵の位置で全部覚えちゃってて、あと指の動きですね。なんで、見なくても弾けるんですけど、急に忘れたりとか、1音右にずれるとか、そういうこと起こるんですよ。ピアノ上手な方ってあんまそういうことなくて、1音ずれちゃうとか、レがミになるとかってあんまないんですよ。それなぜかっていうと、音名を理解してるからですね。耳がいいからっていうのもあると思いますけど、やっぱそういう、なんていうんですかね、1段ずれちゃうのとか、なんでって思ってたんですけど、今考えたらよくわかりますね。音名を把握してないで、場所だけで覚えてたんで。そうするとやっぱサックスもですね、ミス出てくるんですよ。なんとなくで指使い覚えてると、あれなんだっけって急に忘れてしまいますので、しっかりですね、さっきの指使いの練習と合わせてですね、この楽譜を見ながらドレミドミドミみたいな感じでちゃんと音名で歌えるようにしてみてください。これ本当に大事なので、ぜひ皆さん騙されたと思ってやってください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日はですね、自宅でできる基礎練習ということで3つの項目をまとめさせていただきました。どれもですね、僕は過去の動画でやった方がいいですよって言ってることばっかりだったので、見ていただいてる方はまたこいつこんなこと言ってるよって思うかもしれないんですけど、やっぱりこれらが大事なんですよね。息を使う、指ちゃんと動かす、音名を読めるっていうのがもう本当に上達にはもう何よりも大事なことだと思いますので、うるさいよ、楽器吹きたいよって思ってもですね、実際家でこう地道な練習をやっていただくとですね、音出した時に劇的に上手になってますので、皆さんぜひやってみてください。というわけで今後もですね、こういった動画作っていきたいなと思いますので、リクエストありましたらコメント欄で教えてください。 Twitter やブログもやっておりますので、概要欄から遊びに来てください。というわけで今日の動画ここまでになります。もしよかったと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。